王立バイエルンク国有鉄道 S26 型蒸気機関車は1906年に3201号として高速試験のために1両だけ特別に製造されその後営業運転に投入された王立バイエルンク国有鉄道の蒸気機関車であるこの高速試験はプロイセンク国有鉄道が2年前に行った試験に刺激を受けて実施されたものであった製造を担当したのは バイエルン王国の首都ミュン編に本社工場を置いていた JA マッファイ社で主任設計者は同社製造部長のアントンハンメルであった。プロイセンクニウ鉄道と異なり、バイエルンでは未経験の技術は用いられなかった。プロイセンでの実験車両 S 級型と同じく、車軸配置は 2B2 で、動輪直径は 2200mm であったが、S2。 六型はその他の点では在来型の設計を踏襲している。そのため、キャブフォワードや流線型といった新規軸は導入されなかった。もっともバイエルンは短式に工定したプロイセンとは異なり、本ボーリース式複式四気投機の採用経験が豊富であったことから本形式は複式四気投機とされており、当時の技術水準に照らして必ずしも保守的な設計ではない。 設計と製造は、わずか4ヶ月で行われた。本形式の設計の基本となったのは、ハンメルとバーデン大抗国国有鉄道の機関車、製造担当官であったアレクサンドル・クールタンの二人の共同作業によって1902年に設計された、ドイツ発の大型急行用蒸気機関車であり、飽和式複式4機等に B1 機である、バーデン大抗国国有鉄道、 イード型蒸気機関車である。また、各シリンダー部や、便装置などの動力機構はやはりイード型を基本として、JA マッファイ社が設計製作したプファルツ鉄道 P4 型蒸気、機関車のものを、シリンダー直径も変更せずにそのまま使用している。ただし、高速運転に必要な動力源である蒸気を供給するボイラーは、新設計され、膨大枠上に、 大型の過失を置いた高過失構造を採用さらに当時最新の加熱器が搭載されたこのボイラーの飛行士面積は4.71平方メートルとプロイセン S 級型よりかなり大きいばかりではなくこの後に開発製造された多くの標準型機関車よりも大きかった実際のところドイツにおいてこれより大きな飛行士面積を持つのは バーデン対抗国区に有鉄道、アイブ型蒸気機関車、後のドイツ国鉄18.3系。加護市面積5.00平方メートルと、ドイツ国鉄45形状機器関車、DRG バウレーヘ45、それに45型と共通設計のボイラーを、搭載する、ドイツ国鉄06形状機器関車の3形式に、限られ、ドイツ国鉄05形状機器関車が本形式とほぼ、 同じ飛行士面積であった。これは南部のバイエルンで一般に使用されていた石炭が北部のプロイセンで用いられているものに比べて低カロリーで飛行士面積を十分に確保し、投炭量を増やさねば所要の蒸気発生能力を得られなかったという事情による。もっとも先に挙げた4形式と同様に飛行士面積の大きなボイラーを搭載する多国機のように 自動給炭装置を搭載して、投炭を担当する、機関助手の負担を軽減する、といった配慮はない。こうして、過失の大型化が図られる一方で、バイエルンクニュー鉄道の大型機関車では、初採用となった、加熱器の加熱電熱面積は、ボイラー全体の蒸発電熱面積の約17.5%と後の機関車と比較して、かなり小さい値となっている。 これも初採用の危機器上に、冒険を避けて手堅い設計を選択した結果である。便装置は、ワルシャート式の一種である、ホイジンガー式で、これも当時の副式四気筒器では、一般的な設計による機構である。先台車、受台車ともに、車輪の内側に軸受けを備える、内側内枠式で、受台車は、第二動輪後方に置かれたボイラー過失及び、 その廃箱のさらに後方、運転台直下に置かれている。淡水車は水タンクがフレームレスのモノコック構造として設計されており、重い大枠を省略している。S2、6型は後継となる S3、6型と同様に、鉄道ファンから世界で最も美しい機関車の一つとみなされている。これはよくバランスの取れた形と、 アメリカ合衆国で開発され、ドイツではバイエルンにおいて初めて採用された肉厚の圧縁口を切り出して製作された強固で繊細なシルエットの膨大枠により内側シリンダーを含む動力機構が外部からよく見えるためである。この機関車のボイラーや足回りには後の流線型機関車のような流線型の多いは取り付けられていない。だが、それでも 空気抵抗を減らすいくつかの部品が装着されている。シリンダーブロックの前にはフロントデッキと一体化した流線形のエプロンが装着され、煙室扉は円錐型としてその中心に全、消灯を突き出させた鏡板を備え、そして砂箱と一体化された蒸気ドーム及び煙突のそれぞれの前面を斜めに傾斜させている。運転台も空力を考慮して、 ボイラーケーシングから連続的に造形されている。この形状は当時流行していたくさび状の風切り、形運転台とは幾分異なっており、ドイツではこの後オーリツビュルテンベルク区に有鉄道 C 型蒸気機関車においてのみ使われた。なお、以後の JA マファイ社製急行用旅客機関車の多くとも共通する本形式の衣装は、 ハンメルの部下であったハインリッヒ・デップラのスタイル感覚によって生み出されたものとされる。試運転はミュンヘンとニュルンベルクの間やミュンヘンとアウクスブルクの間で実施された。1907年7月2日、本形式はミュンヘン・アウクスブルク間で4両の急行計客車をヒーティード型の記録を約時速 10km 上回る時速 154.5km を達成し、 世界中の専門家の関心を集めることになった。機関士はアウクスブルクの主任機関士、ヨハン・ツーシャンコであった。この試運転の状況から専門家は S2、6型の出力はおよそ2200馬力であると推定している。なお、この本形式によるドイツにおける速度記録は29年後の1936年、ドイツ国鉄零5系2号機によって 時速2 0 0 4トルの世界記録が達成されるまで保持された。本形式は当初、ミュンヘン第一機関区に配置されたが、あまり良い使われ方をしたとは言えなかった。一両のみしか在籍しないため、他の機関車と共通運用する必要があったが、同等の性能を備えた機関車が存在せず、その性能を十分に発揮するのは困難であった。 本形式の実績を反映して開発された、後継量産機種である S3、6型と比較すると、本形式は出力こそ同形式を上回ったが、同輪系や同輪数の相違から牽引力は低く、これらと共通運用するには、難しいという問題があった。また、本形式の設計には、軌道状況の不正に弱い、という批判もあった。これはドイツで標準の点指示ではなく、 六点指示を採用しているためであった。仙台車と受代車のどちらも、同輪との間を、イコライザで連結されていなかった。1910年に本形式は、プファルツ鉄道に移管され、ルートビヒスハーフェン機関区に配置された。ここでは愛情を込めて、チェッペリンの愛称が与えられ、よりよく扱われた。ここでは、本形式の母体となった、バイエルン区に鉄道 S、S2、 5型やプファルツ鉄道 P4 型蒸気、機関車といった複式4機等に B1 機と共に、ルートビヒスハーフェンアムラインとストラスブールの間の急行列車に用いられた。また、プファルツ鉄道で標準であった茶と紫に塗装された。1922年に本形式はバイエルンクニーユ鉄道に再移管され、当初はミュンヘンに、そして1923年からは、 アウクスブルクに配置された。ドイツ国内の各報告が保有していた鉄道を統合して誕生したドイツ国営鉄道は統合後初の正式機である h 系の第一人がロールアウトした1925年に実施された称号規定改正の際に本形式を含む在来各形式の全面的な形式称号変更を実施した。この際、本形式には E ードが与えす 5型の14型に続く15型という形式が与えられ、車番は15001とされた。しかしこの変更後、本形式の運用は長くは続かず、同年中に除籍され、製造元である JA マッハイ社に修復のために送られて、春工当初の緑を基調とする塗装に復元された。その後は、ニュルンベルク交通博物館に保存され、今でもそこで見ることができる。 ありがとうございます。